久しぶりです。すごく変な声でごめんなさい。結構長い時間風邪ひいて声がすごく変になったんだけど、みんなとなんか何みんなに挨拶したかったんで、変な声でもビデオを作ろうと思いました。最近学校とバイトですごく忙しくて、それに風邪ずっとひいてて、全く動画を撮れなかったんですね。本当ごめんなさい。みんななんか動画出して動画出してって、なんかすごくなんか優しいメッセージをいつもくれるのに、撮れる時間がなかったんでできなかったんですよ。ごめんね。まだすごく忙しいんだけど、今日はホリデー、学校がない、学校がないから、やっと少し時間あります。雨降ってるから、ずっと今日はずっと家にいて部屋の掃除とかしようと思ってました。でもやっぱりみんなに話したかって、ちょっと話したくてちょっとビデオ作ろうと思った。髪切った、短くなったぜ。私長い髪が一番好きだけど、ずっとブリーチしてたから、なんかここら辺がすごく死んでて気持ち悪かったんで全部切っちゃった。でも悪くはないんじゃないかなと思ってます。冬休みにカナダに帰ることにしました。最近家族にすごく会いたくて、冬休みをずっと家族と一緒に過ごします。で、カナダにいる間、なんか実家をみんなに紹介しようと思ってます。あと私の猫ちゃんも見せてあげたい、すごく楽しみ。もう1年間以上会ってないんで、すごく会いたいです。で、そう、みんなに見せます。すごく可愛い猫ちゃんです。で、カナダにいるとき、ビクトリアですけど、実家がビクトリア市ですけど、なんか、ビクトリアについて何か知りたいこととか、見たいとことかあったら、コメントで教えてください。できたら、なんか動画とかを撮りに行くんで、ぜひ教えてください。ありがとうございます。次の動画はね、みめちゃんのタッグをするので、いつだろう、多分、まあ、できるだけ早く作るんですけど、今夜は作るかもしれないけど、それ次のビデオはそれなので、ぜひ見てください。じゃあ、またね、バイバイ。